どうも整体師の K です。今回は1ヶ月以上続く首の痛みを取る方法をご紹介いたします。突然ですがあなたは首の痛みを取る方法としてこのようなことをやっていませんか？首を回したり首を反ったりする動きは頸椎に過度な負担をかけてしまうのでおすすめできません。マッサージもリラクゼーションが目的であればいいんですが強いマッサージは痛める可能性が高くなるのでやめてください。刺激の強いマッサージはいかにも効いた感じがしますよね。でも実は首の痛みは根本的には良くなっていないので痛みを繰り返してしまいます。首の痛みが1ヶ月以上も続くのは姿勢が悪くて筋肉や脊椎の動きを制限してしまっています。これらの動きをスムーズにする必要があるんです。あなたはこんな風に思っていませんか？首を動かして痛いから首が原因、首に尻尾を張ろう、首が痛いから首のマッサージをしてもらおう、こんなことを思っていませんか？これは全て間違いです。首が痛いイコール首が原因というのは間違いないんですが首が痛いイコール首が根本原因ではありません。ちょっと待って、原因と根本原因って違うの？という声が聞こえてきましたので説明させてください。はじめに言っておきますが僕は決して病気や整形外科を否定しておりません。この動画で話している通りそれぞれ見ているところが違うという話をしているんです。整形外科や病院などでは多くが首の上しか見ない検査治療です。あなたが病院に行った時首が痛いから首のレントゲン MRI を取ってもらえますよね。痛い首に何が起こっているのかという一番直接的な痛い理由を原因と言います。つまり椎間板が狭くなってますねとか骨と骨の間が狭くなっていますねとかヘルニアや頚椎症など言われたことがありますよね。これがまさに原因です。では根本原因は何か。この原因と根本原因の違いが病院で治らなかった首の痛みが僕の整体で良くなる場合と病院でしか良くすることができない首の痛みの違いになります。ここで質問です。ヘルニアや頚椎症などは首の骨の変形ですがなんで椎間板が潰れてしまったんでしょうか。同じ年齢なのにあの人はヘルニアになってなくてなんであなたは首の痛みが出てしまったんでしょうか。つまり根本原因とはなぜ首の痛みが出てしまったのか、なぜヘルニアや頚椎症になってしまったのかというそもそもの最初の原因のことを指します。ここがしっかりと解消していなければ一時的だし手術をしても痛みが残ってしまう場合もあれば再発してしまう場合もあるんです。だから根本原因を解消することが大事なんです。その根本原因が僕のチャンネルでは何度も出ている姿勢です。姿勢が悪くなることによって大きく2つの問題が出てきます。1、関節が動きすぎたり硬くなって動かしにくくなる。2、筋肉が過度に緊張したり逆にサボってしまうようになる。このようなことがあなたの体に起こっています。なのでこれらの関節や筋肉をうまく動かせるようになるとあなたの首の痛みが出なくなっていきます。病院などのリハビリに通っているけど効果が出ているのかいまいち実感できない。ロキソニンなどの痛み止めを飲みたくないけど渋々飲んでいる。1ヶ月以上続く痛みにはもううんざりしている。こういったことでお悩みのあなたはぜひ最後まで見ていってください。今回は首の動きを阻害している姿勢に関連する胸椎、足首、膝の後ろの筋肉のセルフケアを紹介していきます。やり方はそんなに難しくないのでご安心ください。それではスタート。はい、ここからはね、実践編をやっていきます。まずはですね、あなたの首の動きを確認していきましょう。上向いたり下向いたりとか、振り向いたりっていう、こういう動きを確認してみてください。これは痛みの出始める範囲だったりとか、突っ張り感を感じ始めるところで確認してください。で、それともう一つ条件があって、最後にも確認するんですけども、この姿勢はね、最初と同じ姿勢にしてください。例えば、あぐらを描いているんであれば、最初と最後はあぐらで、首の動きを確認してください。立っているんであれば立っている姿勢で始める前、今と後で確認してみてください。それではやっていきます。首の検査をやったらですね、その後はストレッチをやっていきます。まず初めにやるのがこの膝裏のストレッチをやっていきます。まずはね、こういう感じで足を出していただいて、ストレッチしないところは片っぽあぐらをかいたりとか、こういう感じで膝を立てておきます。で、こちらの膝の裏を伸ばしていく感じです。で、ポイントはですね、このつま先をグッと反り返します。グッと反り返して、で、反り返したままそのまま前に倒れていく感じ。そうするとこの辺がね、なんか伸びていく感じ、響いてる感じがあると思うんですけども、そっから30秒やっていきます。それでは30秒スタートします。つま先を立てたまま体を前に倒していきます。で、そうするとこの辺がね、ずっと突っ張る感じがあると思います。つま先は真上にね、真上に向けたままそのまま30秒キープ頑張ります。このままキープしていきます。結構痛いんですよね。結構効いてる感じがあります。つま先上にしたまま反り返す感じですね。反り返してやります。はい、終わりました。そしたら今度はですね、このつま先を外に倒したまま、つま先を反り返してください。グググと、でこのままスタートします。結構これもきついですよね。外に開いたまま
つま先を反り返す。そうです。で、そのままで、できたらこう、前に倒してくださいね。これでストレッチが効いていきます。このまま30秒やっていきます。僕もね、かなり硬いんで結構きついです。痛い、心地いいなっていうね、心地いい強さでちょっとやってみてください。はい、そろそろ30秒経ちます。はい、終わります。はい、そしたら今度は反対側をやっていきましょう。反対側やったらまたつま先を真上にね受けて30秒いきます。スタート。このまま伸ばしたまま体を倒していきます。で、反対の足はあぐらとか膝を立てておいてください。で、この辺の下が、まあ、痛くなる、まあ、伸びてるなっていう感じがあればそのままキープして30秒やっていきます。結構痛いですよね、まあ、首こりとか肩こりの人にもね有効なんで試してみてください。はい、そろそろ終わります。はい、終わりました。そしたらこのままですね、つま先を外に倒したまま、そのまま反り返して、そのまま30秒いきます。そうです。このまま、キープ。外に向けて、つま先を反り返るようにしてください。結構ね、これも痛いですよね。なるべく前に倒しながら。その時につま先を反り返ったままでね、このままキープします。30秒です。あともう少し、頑張りましょう。キープ、キープ。はい、終わりました。はい、では続いてはですね、足首のストレッチをやっていきます。足首をグーって下に向けるじゃないですか。で、これをご自身でやっていくような感じですね。で、このまままた30秒やっていきます。よーい、スタート。こんな感じですね、グーグーグーっと下に向けたこの方向にご自身の手でこういう感じでねストレッチをかけていきます。そうするとこの辺がね伸びる感じがあると思うんですけども、ぐるぐると伸ばしていってください。30秒をキープします。あ、この手で支えながらこういう感じでストレッチをかけていきます。で、30秒終わりましたんで楽にします。で、今度は反対の足ですね。反対の足も同じようにやっていきます。よーい、スタート。こういう感じですね、ぐーっと引っ張ってくださいね。反対の手で支えて、反対の手で曲げていく。お、膝、つま先をね伸ばす方向にやっていきましょう。で、そのまま30秒キープ。頑張ります。この辺がね伸びてる感じがあると思うんですが、そのまま30秒キープです。はい、終わりました。はい、では今度はですね、胸椎。背中の骨の動きをつける運動をやっていきます。こういう感じで配線するだけです。まあ、あぐらをかいた状態でもいいですし、座った状態でもいいです。とにかく、お尻が地面にペタッとくっついた状態でやってください。骨盤が固定された状態で配線を行っていきます。これをね、10往復やります。いきます。1、10往復なんで、こういう感じでやってますね。2、3、4。この時になるべく大きく動かしてください。6、7、8、なるべく大きく9、ラスト10。はい、終わりました。はい、最後ここでも胸椎の動きをつける運動、まあ、ストレッチをやっていくんですけども、やり方はまず首を押さえます。これはね、首が上向けないようにしてください。上向かないような固定するようなイメージで、こういう感じで首を持っていただいて、掴んでいただいて、このまま30秒間キープします。よーい、スタート。こういう感じでキープします。で、ちょっと柔らかくなってきたら、こういう感じでまた押し付けるような感じですね。押し付けたまま30秒です。で、決してね、首が上動かないように、首が動かないように、手で固定しておいてください。このまま30秒キープです。あともうちょっと頑張りましょう。そうです。はい、終わりました。
はい、ということでですね、最後に動きの確認をしていきましょう。さっきやったようにですね、あぐらで検査した人はあぐらでやって、立ってやった人は立って動きを検査してみてください。右向いたり左向いたり、さっきよりね、動きがスムーズになっているはずなんですよ。で、これをですね、できる限り朝昼晩やって、必ず1日1回はやってください。朝昼晩やると、元に戻りづらくなってくるので、2週間後、3週間後はね、全然変わってきますので、これね、続けてやってみてください。といったことでいかがだったでしょうか。今回は1ヶ月以上も続く首の痛みを取る方法をご紹介してきました。僕の整体院では病院で治らなかった頸椎ヘルニア、頸椎症、1ヶ月以上も続く首の痛みの整体を行っております。首の痛みがあるせいで仕事に集中できない、やりたいことを諦めているというあなたは、僕が全力でサポートさせていただきます。当院は千葉と東京から来る方が非常に多いです。なので、僕の整体を受けてみたいという千葉と東京に住んでいるあなたは、下の概要欄からホームページをご覧になってご相談ください。遠くて行けないよというあなたは、こちらの公式 LINE に友達追加していただければ、無料で首の痛みや腰痛、膝の痛み、頭痛などのセルフケア動画を差し上げております。病院では治らなかった痛みを繰り返している、悩んでいる、首の痛みや腕のしびれを解消して仕事や趣味を思いっきり楽しみたいというあなたは、ぜひ動画下の概要欄から友達追加をしておいてください。そして他にも、このチャンネルでは病院では治らなかった首の痛み、腰痛、膝の痛みなどを解消する貴重な方法をできるだけ分かりやすく解説しております。だからお見逃したくないあなたは、ぜひチャンネル登録をしておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。整体師の K でした。どうもありがとうございました。